背中を見て走ることになるぞ。 命尽きても絶対に戦場を離れない。私がここに来たのはソ連軍の戦車を粉砕するためだ。潤志君、帰るんだ。父さんが待ってる家に。 俺たち遠くまで来てしまったな。ここから形状まで走ったらどれぐらいかかるんだろう。我々に交代はない。これじゃ命にだ。分かるか。